はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということでですね、本日は久々に2代目エズさんでですね、いろいろと楽しもうの会でございます。今回はですね、各、1キロ行くか行かないぐらいのおかずとともに白ご飯をゆっくり食べましょうということで、完全にですね、チャレンジや大食い会ではなく、シンプルに僕が楽しむだけの会となっておりますのでちょっと早速いただきます。はい、どうぞ。ありがとうございます。出来たてをね。で、今回は、いつも頼むものももちろんこの餃子とかね、あるんですけれども、夏の限定メニューだったりとか、あとは SNS だけでしかまだ公開していない限定メニューだったりね、そういったものも注文しておりますので、いろいろとお話をしながらとは思いますけれども、とりあえず、焼きたてのね、餃子だね。うまいな。やっぱうまー。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、1個の餃子結構でかいんですよ。めちゃくちゃね、この江戸さんの餃子サイズがね、でかいんですよなんだけど、もう手包みでお店で作ってまして、あんが中ぎっしり、これがね、好きうまっ。米だな。ちょっとそのまんまでももちろん最高なんですけど、ここに調味料で酢胡椒をね、うまそう。うまそうに食うな。お腹空いてきたな。ラッシャーのリクエストダメだ。めっちゃうまいっす。めっちゃうまいっす。ここ直近だと、このお菓子さん家の撮影、デカ盛りとかチャレンジとかそっち系が多かったんで、通常のメニューをね、しっかりゆっくり味わってるんで、今日めっちゃ幸せですね。うまっ。ただ半分餃子だけでいっちゃったんで、他のメニューもいきましょう。じゃ続いてはこの真ん中かな、夏季限定メニューということで、たっぷりとおろしが塗った唐揚げでございます。おろしのメニューに関しては夏季限定メニューとなってまして、この唐揚げ以外にも焼肉、そっちのおろしもあるんだけど、せっかくならばということで、このね、二代目江戸さんの名物唐揚げを、ここのおろし、うまい。ああ、うまいな。めちゃくちゃうまい。江戸さんの唐揚げって本当に肉汁がすごくてね、そこにこのさっぱりとしたおろしの汁、たまらん。どうですこれ、食いたいでしょ。これうまそうでしょう。あの、皆さんね、夏限定なんでぜひ食べに来てください。
ちょっと小皿にマヨいただいてもいいですか。ちょっと皆様、ここでですね、このおろしでしかできない味変、このマヨネーズなんですけれども、ベースね、ポン酢のようなこの爽やかな酸味のあるソース、タレがねかかってますので、さっぱりこってりのポン酢マヨですよ。うわやばいこれ。悪い食べ方だ。悪い大人がここにいた。うまっ。これうまいな。これみんなやってほしいですね。おろしから言わないでください。うん、やっぱりね、このおろしの方はさっぱりめなので、もちろんおかずにもなるんですけれども、まあ、つまみっぽさの方が強いのかな。ただここにマヨネーズ合わせるとね、もうお酒でも米でもどっちでもね、半端じゃなく合います。うん、うまいなぁ。一品一品集中しすぎちゃって。ちょっとこっちも紹介しましょう。ずっと気になってるよね、皆さんね。この2代目江戸さん流のね、チャーシューエッグでございます。一回1枚に対してこの1枚をこれ贅沢に、うわーやばい。チャーシュー柔らかすぎて箸で切れちゃうぐらい。うわ、よくない、よくない食べ物だこれ。うまい。めっちゃビール飲めた今。うまっ。ありがとうございます。これはもうこういうことでございますね。霜の張ったグラスにこのビールの見た目、最高でございますね。違いない。うわぁ、たまらんなこれ。おかわりいいですか。あ、これは良くないな、今日良くない。いい意味で良くない。もうね、あの一通り食レポとかね、紹介はしたので、ここからはもう完全楽しむということで。ありがとうございます。キムチちょっと今サービスいただいたので、ちょっとこれ。
うまっ。うまかったー。お疲れ様でした。ということですね、本日はこちら2代目江戸さんで、通常ね、ある餃子から夏季限定メニューであったりとか、今現状で言うと SNS だけでしか告知をしていないメニューだったりですとかね、いろんな限定メニュー、通常メニューいただきましたけれども、やっぱり最高ですね。僕もね、正直、この江戸さんとのお付き合いはもう7、8年ぐらい、それ以上かな、あるので、もう何回何十回もね、撮影に来ておりまして、おそらくメニュー表にあるものの中であれば、もうほぼほぼ8割9割ぐらいは食べたんじゃないかなというところではございますけれども、どのメニューもですね、もう一回食べたいなみたいな、その気持ちが収まらず、今日も撮影する前に何を食べようか決めてる時間だいぶかかりましてでも、やっとですね、この何食べるか決めて、今回ね、この3品ほどいただきましたけれども、やっぱり最高です。なかなかですね、お店の方ですと、混んでる時間帯とか、外待ちしてる時間帯もあってね、なかなかこうお店で食べるのが難しいよって方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、テイクアウトだったりとかも販売をしておりましてですね、逆にお店ではできないような自宅で、一品物アレンジメニューなんかも用意してもらいながら、お店ではねできない自分のオリジナルメニュー、これ試してみるのもいいと思います。今回ねいただいたメニュー、全品そのままでもアレンジしても最高に美味しい料理でございます。気になる方はぜひこの江戸さんで、僕がね今日食べたこの3品をとりあえず食べに来てみてくださいはい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。ということで、それではまた次の動画でお会いしましょう。